モラージュサガ北間モラージュサガは、佐賀県佐賀市に位置するショッピングセンターである。2003年3月21日に第1期が、2006年11月22日に第2期が開業した。100を超える専門店が並び、駐車場には約3000台の自家用自動車を収容できる。創日新都市開発が各地で運営するショッピングモールモラージュの第1号店。 敷地面積は約4万坪で、延べ床面積は約2万7千坪、商業施設面積は約1万6千坪。各店舗となるハイマートが運営するスーパーのフードウェイ及びミスターマックスを両端に配置した北竹とシネコンなどアミューズメント施設を確認した南館により構成される。同じ時期に夢タウン。 佐賀開業とイオンショッピングタウンヤマトの拡張が行われたため、佐賀市内のショッピングモールは、この3店舗が競争している状況である。オープン以来、中心となるゲームセンターに、イオンの子会社、イオンファンタジー系列のゲームセンターがあった。現在は開業当初から、イオンファンタジーの北側にオープンしていた、対等運営のゲームセンターに加え、カプコンが運営する。 ゲームセンターが進出しているため、撤退している。2010年10月15日に、各テナントである声優が撤退した。声優の後には2010年11月26日に、北建1階に、福岡地場、スーパーハイマートが運営するスーパーの、フードウェイ、北建2階に3機や、西松屋などが出展した。また、テナントの入れ替わりも激しく、シャッターが閉まっている場所も多々ある。 2020年3月には10年以上営業していた、探し唯一のタリーズコーヒーが撤退するなど苦戦を強いられている。109シネマズが入居するモラージュ相模南館。ありがとうございます。